一緒に美を探しに行きましょうか。あ、イエンファーさん、それと隊長、歓迎いたしますよ。ここにはイエンファーさんや私のような才能と大義を持った人間が溢れています。爆発事件のようなことで心が折れたりはしません。我々は全員この部署の機能を正常に戻すため全力で頑張っております。宣伝に感謝する、ホーク。では本題に入ろう。まずはこれを返そう。これらの工事を私たちに差し戻すと？あ、わかりました。イエンファーさんが都市建設部の被害は大したことがないと言ったんですね。論理的に言うとそれは事実に近い言い方かもしれませんが、状況を現実に基づいて判断しただけだ。今回の件に関してはお前がサボっているだけだ。サボってなんかいませんよ。私たちはただ工事の再稼働をしばらく見合わせ、周到に整理し、再稼働遅延の影響を評価して、これからの戦略を十分に検討し、わかりますよね。無論サボっているということだ。真面目に働いていればお前が担当する納税企業が連名で抗議をすることも、税務部から都市建設部に異動になることもない。ホーク、お前も私のルールは知っているだろう。中央庁に仕事を依頼したからには相応の対価を払ってもらおう。はあ、イエンファーさん、私に人気使いの仕事はできませんよ。私たちのような一般人にできるのは禁煙や警告のマークを貼ることくらいです。モンスターの相手なんて自殺行為ですよ。心配はいらん。すでに支払ってもらった。サボった期間の給料はお前の銀行口座に振り込まれていない。働いた人間に振り込んだ。え、まさか私の銀行口座と暗証番号を知らない限り、そんな、待てよ、まさか中央庁に凄腕のハッカーが。隊長、3万元なら都市建設部の代わりに働いた報酬として十分だろう。確かにモンスターの原力の痕跡がある。気をつけろ。この先にいるのはホークよりずっと危険な相手だ。進み続けろ。作戦開始。後方以外援護しない。やるぞ。しっかり照準を合わせてから撃ち構え。凡人の知恵、その言葉を語ったのは誰だ。分かった。すぐ回復する。しっかり照準を合わせてから撃ち込む。進み続けろ。すぐ回復する。行くぞ。作戦開始。後方以外援護しない。凡人の知恵、
その言葉を語ったのは誰だ。やるか。すぐ回復する。これで仕事は終わりだ。集めた証拠からすると、今回税務部で爆発が起きた原因はこうだ。税務部の地下にある排気用坑道にいたモンスターが地上まで穴を掘り大暴れしたことが爆発につながった。隊長どう思う？鋭いな、隊長。確かに証拠は揃っている。だが問題なのは、揃いすぎているということだ。今回の爆発を画策した者は、手の引きどころをわきまえていない。犯罪計画のセンスに欠ける人間だ。隊長、それにだ。少なくとも前回私が調べに来た時には、このトンネルはなかった。その通りだ。モンスターが集まる地下坑道につながるトンネルを誰かが掘ったということだ。ここにもともとモンスターがいたことは確かだ。だがそのモンスターをもろともせず、何者かが税務部から持ってきた機材をモンスターのたまり場に撒き散らしている。その人物も人気使いに違いない。そして私たちに偽メッセージを送りつけたのも同一人物だ。隊長、爆発を引き起こしたテロリストに懲罰を与えたいか。なら掲示板にメッセージを書き込んでみよう。おとなしく姿を現すだろう。信じられないか。ならメッセージを読んだ後、オフィスに行ってみるといい。帰ろう。